でもなんで幸せになりたいって思うんですかね。幸せじゃないって自分のこと思うんだと思うんですけど、なんで自分は幸せじゃないっていうデフォルト前提で話すんですよね。皆さんこんにちは。筑波大学でフランス哲学の教育と研究をしております津崎義則と申します。このイマジニア の番組ではすでにデカートについて何回かお話ししたことがありまして、今日は同僚の五十嵐幸子先生とご一緒に幸せについて、皆さんと考えていきたいと思います。筑波大学人文社会系の五十嵐幸子と申します。専門にしているのは現代思想 でハイデガーとかハーバーマスとか、それから哲学カフェを中心に研究しています。津崎先生とは仲良しで、そう仲良くしてもらってます。で今日ご一緒にお話ができるというので楽しみにしてきました。よろしくお願いいたします。と同時に、まあ、ご紹介にもありましたけど、五十嵐先生はドイツの哲学が、まあ、ご専門で、私はフランスということで、ちょうどライン川を挟んで隣同士のその国ので時々戦いますけどねでも基本的に仲良くしている国の哲学がそれぞれ専門になっていて、今日はその幸せについて、まあ、話せというお題をいただいたわけだけれど困るよねなんでですかやっぱりそのどの哲学者とってもそうだけど、まあ、例えばセネカっていう古代ローマの哲学者がいて、で彼は文字通りね、幸福な性についてっていう本を書いていて、だからもう幸せな性って一体何だろうかっていう本についという本を書いていて、その中でこんなことを述べてるね。その人はもうみんな本性的に、つまり生まれつき幸せになることを求めていると、望んでいると、でも一体じゃあ幸せって何なのかっていうふうに問うた途端曖昧になってしまう。だから難しい。つまり結局みんな幸せになりたいと思ってるけど、何が幸せなのか一つの答えがないという意味で難しいでもなんで幸せになりたいって思うんでしょうかね。幸せじゃないって自分のこと思うんだと思うんですけど、なんで自分は幸せじゃないっていうデフォルト前提で話すんでしょうね。幸せって変な話だけれど、その何かが欠落してなきゃいけないわけでしょ、うん、欠落しているからこそそうではない状態になりたい、つまり幸せになりたいということは、実は自分たちはその反対だし、つまり幸せ欠落状態にあるということにうすうす気づいていたり、あるいはもう文字通り自分は本当にこれが欠けているんだっていうふうに自覚していたり、いずれにしても幸せになりたいっていうことは、自分はそうではないっていう現状認識がないと、そういう思いって生まれてこないじゃない。でも思うんだけど、幸せじゃない、私は幸せじゃないっていうふうに自分のことを認識してると幸せになれないんじゃないかっていうか、私はだって幸せじゃない人だから、だからいくらその埋めようとしても私っていう人が幸せな私になることは無理なんじゃないかと思っちゃって。どういうことだから例えば私は女だと思ってて、だから例えば男になりたいと思っても、いくら私が男になっても心のどこかで、でも私は本当は女なんだって気持ちがずっとあるから、アイデンティティとして、つまりじゃあ幸せになりたいで幸せだと思った瞬間、実は幸せを演じてるだけっていうこと、だしそもそも幸せになりたい、なりたいっていうことじゃないっていうのがあるから、だから幸せになりたいと思ってる限り、私は本当は幸せじゃないっていう気持ちがずっとあって、ずっとある。だからなんかこうお腹の空いた人みたいに、いろんなものをこう自分の中に入れても入れても足りないっていうか、結局私は幸せじゃないと思うから、これを入れて、ほんの少しの間はちょっとお腹いっぱいになったような気がするけど、すぐ空いちゃって、また入れなきゃ、また入れなきゃっていう、ずっと、足りない私っていうのをやっちゃうんじゃないかと思う。その五十嵐先生、ドイツ、さっちゃんでいいですか。あ、さっちゃん、哲学カフェではあだ名で呼び合ってるんだけど、さっちゃん、じゃあこれからはちょっとマイクで、さっちゃんはそのドイツが専門でしょ。でショーペンハワーっていう哲学者いるじゃない。不幸な人ね。そうで、まさに彼がね、本当
なんであんな風に不幸になれるんだろうって逆に思っちゃうんだけども、幸せって幻だって幻影だっていう風に言ってて、うん、どうして幻影なのかっていうと、今さっちゃんが言ったようにもう不幸であるっていうのが僕たちの前提というかデフォルトだから、うん、幸せっていうのは一過性仮初めのもので、うん、あ、なんか今美味しいもの食べたから幸せと思ってもその満足感っていうのはもう次の瞬間には消えてしまう。ずっとこうなんだ不幸な状況っていうのがデフォルト でだからこそ逆に言うと幸せになりたいという気持ちが出てくるし、うん、でもそれってあでもね、うん、なんか不幸な状況がデフォルトなんじゃなくて、うん、不幸なアイデンティティがデフォルトになってるだけ。アイデンティティってどういうこと？だから私はこういう人だっていうふうに自分で自分のことを決めちゃうこと。だから状況が不幸なんじゃなくて私の自己認識が私は不幸っていう認識を自分で持ってしまってる。でもさ僕たちはやっぱり外の状況にいろいろとこう左右されるでしょ。やっぱりなんだろう人と比べてみたりとかね、結婚してる人はなんかいいなとかね、僕独身だから結婚してる人は羨ましいなとか、あるいは僕株一枚は持ってないんだけれど私もでもきっと株がある人はお金たくさん稼いね儲けてるのかなとかって、そういうふうに比べるとやっぱり幸せとか幸せでないっていうのはその私が自分のことをどう思ってるかっていうこと以上にやっぱり外的世界状況の方がやっぱり大きなその判断基準にならない、うん、でも私が思うのは私はないって思ってるから他の人と比べたがるっていうか、私はないから他の人と比べてあの人の方が持ってるとかいうふうに考えるんだけど、でももし私はもう満タン幸せであるっていうか、うん、満タンであるって思ったら他の人と比べようとしないっていう、うん、なんかラセルっていうイギリスの哲学者、そうラセルが書いてたんだけど、クジャクの話を、クジャクってオスがほらキラキラのクジャクで、クジャクは誰とも比べない、他のクジャクと比べないんだって言ってラセル言ってて、どうしてかっていうとラセルはなんかラセルじゃないクジャクはクジャクね、クジャクは自分が一番素敵なクジャクだと思ってるから、だからこういうふうにこう羽を広げるんだ。でもし自分のことを素敵なクジャクだと思ってなかったらメスの前に出て羽を広げたりできないし、他のクジャクのことをすごく羨ましがるだろうって書いてて、だから人間も男の子が生まれたらお前は世界で一番素敵な子だよっていうふうに自己肯定感を高めるように育てた方がいいって書いてある。ラッセルっていつぐらいの時代の哲学者？ビトゲンシュタインよりもちょっと後で死んだ人、だからビトゲンシュタインよりも前の人、イギリスの哲学者で、ほら核の廃絶のそういう平和運動とかもしたその哲学者だけど、同じようなことをさ古代ギリシャでも言っていた哲学者っているじゃない。その人は孔雀の霊こそ持ち出せなかったと思うけれど、自己充足って言ったらいいのかな、自分でこう満たされた状況というのを作っていく、エピクロスっていう哲学者で、彼はこう何がその心地いい状況なのかっていういくつか区分けしていて、で、本当にそれは自然なんだっていう、その快楽の原因が自然となっているものと、いやそうではなくてね、それは、自然ではない、だからこの場合の自然っていうのはその自然世界の自然ということもあるけれども、それ以上にその自分の本性というか在り方、さっきさっちゃんが言った言葉を使うとアイデンティティとちょっと重なってくるところがあると思うけれども、でこうまず2つに分けていてね、自分が心地いい状況になる時の源泉というかな、その源で、それには自然本来のものとそうでないものがあって、でそうでないものっていうのがさっきちょっと出てきたけど、お金とかね、富とか、お金と富一緒か、権力とか、そういったもので、名誉もそうだよね、僕たち大学の先生とかっていうふうに名乗ってて、それは誉れなことだと思うけれども、でもそれが僕たちの本性が関係ないことだよねでそれがまず一つあって、でそれから区別されるその私たちに本来的なものっていう、でさらにそれをこう2つに分けていて、でもう絶対にこれは必要だっていうもの、
と、まあ、それはあんまり必要じゃないよねっていうものがあって、で僕たちにとって、まあ、その自然の在り方からして絶対に必要なものっていうのがその食事とか、うん、あとは何、お水取ったりとか、うん、でそうでないものっていうのがあって、まあ、僕たちはその自然本来的な在り方からしてそれを求めるけれども、でもなくてもいいよねっていうもの、例えばサーロインステーキとか。あ、なるほどね。タンパク質は必要だけど、サーロインステーキじゃなくても、サーロインステーキじゃなくてもいいとかね。あるいは、水は必要だけれども、例えば僕のフランスだったらエビアンとかさ、ね、エビアン大好きでしょ、大好きボルビックとか、うん、そういうフランスの、ね、わざわざ別に日本に住んでいてフランスの水飲むこともなかろうにっていう、うん、だから水がないと死んじゃうけど、うん、別にフランス産の水はあえて飲む必要もないじゃないっていう、これがだから自然的だけれども必須でないっていう、うん、でそのエピクロスは心地いい状況っていうのが幸せだというふうに考えてるじゃない、そのどんどんいろいろこう、じゃあこれは必要じゃない、これは必要じゃないっていうふうにこう排除していって、で最終的にその自分たちの生存に不可欠なものを本当にこう、なんだろう、程よく取っている時、その自己充足してくるっていうふうに欲望が落ち着いてくるっていうようなことを言ってて、